京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山岡、対するホークスの先発は右の武田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の山岡、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは牧原、投げました、低めのボール引っ掛けた、キャッチャー落下点、ハードグラウンドで取りました。ワンアウトランナー1塁という場面で中村、第5球投げました、打った、ヒットボールは中継、中村いいバッティングを見せました。バファローズ先制のピンチを迎えます。インコース低め、空振り三振、最後は150キロストレート、バッターは指名打者グラシア、投げました、初球から打ってった、取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。バファローズこの回ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。右の武田登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは大城、第9球打ちました、初球打ち、1、2塁間ライナー破っていった、大城ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました、初球送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、1塁アウト。さあ、得点圏にランナーを送ってきました。バファローズ先制のチャンスを迎えます。これは引っ掛けた、三遊間の打球、タッチアウト、ツーアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。バファローズ先制のチャンスを逃しました。1回の裏が終わりまして、バファローズ同じく無得点で終わっています。バファローズ先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という、打った、取りました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第6球を投げた、打った、いい当たりだ、1、2塁間の当たり抜けた、ライトバックホーム、上林いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。第4球を投げた、打ちました、内野ゴロ、バックホーム間に合うかどうか、タッチはアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。バファローズなおもピンチが続きます。第1球、初球を打ちました、フラフラッと上がった、大城交代、取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと。バファローズこの回ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表が終わって0対0、0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で中村、第4球を投げた、変化球、空振り三振、バッターは4番柳田、今日の第1打席はスイングアウト、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、ボールは中継、柳田ツーベースヒット、バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは DH のグラシア、打った痛烈な当たり、センターバイクリーンヒット、センターバックホーム、三塁ランナーホームイン、ホークス2点入りました、2対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バファローズ追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で大城、初球打って出た、ワンバウンドヒット、若月2塁回った、大城ツーベースヒットを放ちました。バファローズ同点の、バファローズ負け越しのピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で中村、ネクストバッターサークルに控えているのは柳田、投げた、三振、山岡見事なピッチングです。左バッターボックスは4番柳田、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた、打った、ピッチャーこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。バファローズこの回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。4回の表が終わって2対2、現在同点で、同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で上林、第5球投げました、打ちました、センター前に出る、
これはヒットになります。センターからセカンドへ、上林ナイスバッティングです。バファローズピンチを迎えます。バファローズピッチャーを交代します。山岡降板、ここでマウンドに上がったのは黒木、一打負け越しのピンチで登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第4球を投げました、打ちました、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。バファローズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって2対2同点です。バファローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは大城、第9球初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、低め決まってストライク、同期は3球目投げました、打ちました、いい当たり、ヒット打ったバッター一気に二塁へ向かう。大城いいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打。さあリプレイです。バッターは2番足立、大きな声援が届いています。第9球初球から送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、タッチアウト、ワンアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー一塁に変わります。バファローズリードで迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で大城、今日は3安打、初球送りバント、三塁線点々としている、ファルボール。第2球ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、セカンドフォースアウト、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、初球はストライク、まずは見送りました、一塁ランナー出た、ストライクになった、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。打った流し打ち、ここは守備に阻まれました。バファローズ1番バファローズダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で大城、ここまで3安打、初球を打った、ヒット、ボールは中継、バファローズリードを6点に広げます。10対4、ホークス何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で今宮、流し打ち、どうだ、マレーのバック、今宮いいバッティングを見せました。バッターは3番中村、1球目ストライクから。第2球打ちました、美優君ライナーやった、ボールは中継、中村ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。投げた、打ちました、大城ボールを取る、一塁へ送る、アウト、試合終了です。バファローズ見事勝利です。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズになりました。勝利投手は黒木、西武は澤田。さて本日のヒーローは大城、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は11対6、バファローズ勝利しました。勝利